伊達村時は、江戸時代中期の大名。伊予国和島藩古代藩主。別名は、村坊、村隆史、聖など多数。下には、十四位した、とう海守、大前大部、左小野江県少々。農地制度を、くじ持ち制から高持ち制に改めた。教法十年、四代藩主、伊達村年の長男として誕生。母は、 伊達吉村の娘、富子。陽名は容儀。教法八年生まれとも言われる。教法二十年、父の死去により後を継ぐ。外祖父で、仙台藩主、伊達吉村に隠居から返帰を賜り、村時と名乗る。寛延二年、新たに仙台藩主となっていた叔父の伊達隆村が、本家をないがしろにする行為が不快であるとして、村時を、老中、堀田正助に訴える。 村時は、宇和島半田手家が、仙台半田手家の、ばっケではなく、別家であるとして、従属関係を否定し、自立性を強めようとしていた。具体的には、前述のように、仙台藩主から偏記を受けた、村時の名を改めて、正則と名乗ったり、殿様ではなく、仙台藩主と同様の、館様を称したり、仙台藩主への正月の使者を省略したり、 本家だて家と絶好状態にあった岡山藩池田家と和解したりした。堀田正助、堀川公益は両立家の朝廷にあたった。堀田は仙台藩だ家を家元と宇和島藩だ家を家物つれとするといった朝廷案を示した。これらの朝廷の努力もあり、表面的には同年中に両立家は和解に達した。しかし、 その後も、両立家のしこりは残った。反省においては、教法の大基金において、大被害を受けた反省を立て直すため、旧民の救済や倹役令の制定、家臣団25課条の制定や、軍政改革、風俗の撤廃や文部とたたたかの奨励を行うなど、多彩な反省改革に乗り出した。法暦四年からは、民政3カ条を出して民政に尽力し、延教二年からは、 専売制を実施する。法歴7年12月には、紙の専売制を実施し、関延元年には藩行を創設するなどして、反省改革に多大な成功を収めて、財政も再建した。しかし、天命の大基金を契機として、再び財政が悪化し、反省改革も停滞する。その煽りを食らって、晩年には、百姓一揆と村方騒動が相次いだ。 そのような中で、完成6年9月14日に70歳で死去し、あと4男、村ことぶきが継いだ。法号は、大高史寺伝は、林中山将校大古寺。教養人としても優れた人物で、落山文集、白地編、伊達村時高歌集などの著書を残した。また、晩年には失敗したとはいえ、初期から中期まで、反省改革を成功させた手腕は、次能と、 甲子山で称賛されている、五代藩主、伊達村時と、聖室森姫の墓。ありがとうございます。